フラーレン。フラーレンは、平角空洞上の多数の炭素原子のみで構成されるクラスターの総称である。共有結合結晶であるダイヤモンド及びグラファイトと異なり、数十個の原子からなる構造を単位とする炭素の同素体である。呼び名は、バックミンスターフラーの建築物であるジオデシックドームに似ていることからフラーレンと名付けられたとされる。 最初に発見されたフラーレンは炭素原子60個で構成されるサッカーボール状の構造を持ったフラーレンである。フラーレンの発見は1985年であるが、それ以前に構造の存在は予測されていた。1965年の二重面体トポロジー構造が可能であることが報告された。九百七十年、当時北海道大学の大沢栄には、 ベンゼンが5つ集まって皿状になったコランニュレンという物質の構造がサッカーボールの一部と同じであることに気づいた。ここから実際にサッカーボール上のも存在しうると考え考察の結果を和文雑誌などに公表した。だがこれが掲載されたのは日本語の文献のみで英語などでは発表していなかったため欧米の科学者には知られることはなかった。 同じく1970年、R.W. ヘンソンはの構造モデルを提唱した。だが、このモデルが現実に存在するとは誰にも思われず、彼の同僚にすら受け入れられなかった。そのため、このアイデアの論文は発表されることはなかったことが、1999年の地に明かされている。これらの成果とは独立に、1973年、 プロフ、ボチバー率いるロシアの科学者グループは、の安定性の量子科学的分析を行い、この分子構造の電子状態を計算した。この計算結果も、学会では、受け入れられなかった。この論文は1973年のロシアの、プリシディング・オブ・ユ s ス・ス・アル・アカデミー・オブ・サイオンセスから発表された。百八十五年、フラーレンの実在が、ハロルド・クロト リチャードス・スモーリー、ロバート・カールらによって初めて発見された。この発見により、発見者の3人は1996年度のノーベル化学賞を受賞した。1992年、ロシアのカレギア共和国産の炭素鉱物春害し、春にてまだ正式に鉱物種とは認められていない2が含まれていると報告された。その後京都大学で分析が行われ、 2004年に重量比で約午後20時のが含まれていると発表された。2007年現在、生成の機構は不明である。2010年9月4日、フラーレン発見25年を記念して、Google ホームページのロゴが特別バージョンとなった画像を。炭素原子60個からなる切れ板だけ20面体、サッカーボール状構造、直径7.1のフラーレンを、 フラーレンと呼ぶ。IUPAC 命名法では、I-5-6 フラーレンという。また、同様の構造を持った、ドームジオデシックドームのデザイナーである、バックミンスターフラーの名をとって、バックミンスターフラーレン、バックミンスターフラーン、バッキーボール、バキボールとも呼ぶ。6インカンが20、5インカンが12、60本の単結合、30本の二重結合で、形成されており、 余った結合が出ない安定な構造である。フラーレンは固体構造ファンデルワールス結晶を取る場合がある。お一つの粒子とみなして、その粒子が免震立方構造、常温での安定性を取る。260系以下では単純立方構造が安定となる。また、常温での準安定性として六方小構造も存在する。これらの構造で、 個々のフラーレンは高速で回転している。常温で毎秒およそ10から10回転するが、低温では回転は遅くなる。さらに、その粒子間、間にアルカリ金属などがインターカレートした構造も、存在、免震立法的構造、耐震立法的構造などとなるする。アルカリ金属などをインターカレートした構造の中には、超伝導を示すものも存在する。 カリウムをドープした和を面震立方、FCC で組み上げ分子間に、K が入り込む形になっていて、その点に温度は 30K を超える。他に2価金属の BA でもとなり、10K 以下だが、やはり超電導を示す。炭素原子の数が60個を超えているクラスターも存在する。これを工事フラーレンと呼ぶ。アーク放電法などによるフラーレン合成の際、これら工事フラーレンが、 少量ながら生成される。炭素数が70,74,76,78のものなどが管理されている。これらもすべて5因、間、6因間からなっており、7因間以上の間を持つフラーレンは実際には発見されていない。炭素の数がいくつになっても5因間の数は12と決まっており、6因間の数だけが増えていく。オイラーの多面体定理より、また、 フラーレン骨格においては五因間は隣り合わせにならないという規則がある。孤立五因間則、イプア。フラーレンは、イプアを満たす最小のフラーレンであり、その次が C となる。C や C などが発見されないのは、これらがイプアを満たし得ない炭素数だからと考えられる。ただし口述のように、内方フラーレンでは、例外が存在する。炭素原子が個以下のフラレンは、 特殊な例を除いて安定しては存在できない。炭素によって作られるロクイン管ネットワーク。グラフェンシートが炭素をあるいは多層の同軸環状になった物質。炭素の同素体でフラーデンの一種に分類されることがある。詳しくはカーボンナノチューブを参照。フラーデンを原料に高温高圧化で生成される物質。ダイヤモンドナノロッド凝集体。 アグリゲイテッドディアマンナンロット、アドナとも呼ばれる。市販の竹晶質ダイヤモンドより3倍程度硬い、摩耗抵抗、破壊人生とされる。詳しくは、ハイパーダイヤモンドを参照。黒糖、スモーリー、カールは、真空状態で、グラファイトに、レーザー光線を当てて蒸発させ、フラーレンを発見した。この方法によって得られる、フラーレンの量は、 極小量であったが、1990年にドイツでアーク放電により大量にフラーレンを合成する方法が発見され、フラーレンの研究が進展するきっかけとなった。その後、炭化水素を燃焼させたりプラズマで分解するなど、様々な方法が開発されている。2000年代に入り、燃焼法によるトン単位の大量生産も行われるようになった。一方、 フラーレンの有機化学的手法による合成は難航したが2002年になって11段階で作った旋具体を処理することにより初めて成功した収入率は約 0.1%1% その後トルキセンから3段階で作った旋具体を白金状で加熱することにより効率よくフラーレンに変換することに成功したフラーレン生成時にある 種の金属元素をグラファイト中に加えておくと、中空の骨格内に金属原子を包み込んだフラーレンが得られる。これを内包フラーレンと呼び、エムアットなどと書き表す。これまで、スカンジウム、ランタン、セリウム、チタンなどを内包したフラーレンが得られているが、アルミニウムや鉄、金などを内包したものは得られておらず、こうした選択性の理由は、はっきりしていない。 金属ではなく、窒素原子を閉じ込めた N。二つ以上の金属原子を含んだ CC、二種以上の元素を内包した SCNC などの加工物も,も得られている。ウランは C に、トリウムは C に入る。また、ウラン2個が C に入るなど、元素によって炭素数との相性がある。京都大学の小松光一らは、有機化学的な手法によって、フラーレン骨格に穴を開け、 水素分子を封入した上で穴を閉じて、元のフラーレン骨格を再生し、H-AD という分子を人工合成することに成功している。小松はこれを分子手術、マレキアラーサージェリーと呼んでいる。名古屋大学の坂田誠らはスプリングマイナス八の放射光と最大エントロピー法、MEM を用いて C の構造解析を行い、孤立後陰観測を破るフラーレンの存在を、 証明した。フラーレンは、物理的に極めて安定で、水や有機溶媒に溶けにくい性質を持つ。このため、この物体単体の利用開発が妨げられている。だが、化学反応性に富み、化学就職を施し水溶性を増すことで、様々な主役と反応することが知られており、様々な分野での開発研究が進められている。これは、球面上に、 方向感が歪められているため方向属性が低下し適当な反応性を持つためと考えられる。現在までに様々な反応が報告されており、は単一分子として最も反応性がよく調べられたことになっている。主な反応として水素やハロゲンの付加反応、有機金属試薬の嗅覚付加反応、3プラス2、4プラス2などの間化不可反応などがある。 また二重結合は、ハッキニや、イリジウムなどの灰子としても働き、作体を形成することが知られている。また、二個のが結合してできた二両体や、さらに密に結合した、落下生型などの C、三個が結合したトリマーの C や、多数のフラーレンが結合した、ポリマーなども合成されている。フラーレンに置換器を導入する反応の中でも、以下の二つの反応がよく知られている。 ビングルハーシュ反応とも呼ばれる。ブロモマロン酸エステルを DV によりエノラート化し、フラーレンに嗅覚孵化する。その後、フラーレンに生じた不電化が S2 反応でマロン酸位を攻撃し、酸因関構造を形成する。要素やテトラブロモメタンを共存させることで、ハロゲン化されていないマロン酸エステルも反応させることが可能である。 アルデヒド化合物とグリシンなどのアミノ酸をまず反応させ、アゾメチンイリドを形成させる。ついで、フラーレンと1、3、双極子付加反応を起こさせ、最終的にフラーレン状にピロリ人管が形成される。人免疫不全ウイルス、HIV の特効薬としての利用が検討されている。HIV は増殖の際に、HIV プロテアーゼという酵素を必要とする。 このコースは、使用性の空撃があり、ここに、ちょうどフラーレンがはまり込んで、その作用を阻害する。このためある、種のフラーレン誘導体は、抗 HIV 活性を、示し、臨床試験が進行中である。遺伝子の導入に、フラーレンが有効であることが判明している。フラーレンに4つの網の元をつけた、水溶性フラーレン、ドフは、DNA との結合が可能である。 DNA と結合したトフは、細胞膜を通り抜けた後に分離し、放たれた DNA は発現する。フラーレンは低毒性で、トフを使った遺伝子治療は安全だと言われている。遺伝子導入には、今までウイルスや脂質類似物を運び屋として使う方法があったが、臓器障害などの安全性の問題があった。しかし、東大大学院理学系研究科の中村栄一、 教授と東大医学部付属病のノイリヒデヨン教授らのマウスを使った実験では、ドフによる遺伝子導入に臓器障害が見られなかったという。また、ドフは安価で大量生産できるため、ドフによる遺伝子治療は安価で利用できるという。活性酸素やラジカルを消去する作用により、美容液やローションなどに配合されている。N 型半導体材料として、 PCBM などの誘導体を用いた研究が進められている。基礎研究の段階ではフラーレンをボールベアリングのボールのように用いて、動摩擦をほぼゼロにできることが分かっており、ナノマシンの潤滑剤としての用途などが考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。